石炭は腐敗した植物の残骸が何百万年もの間に圧縮されて固形化したものだ。金インゴットの重さは約 12.25kg だ。ダイヤモンドは地球上で最も硬い天然物質だ。最も古いエメラルドは約29億7000万年前のものだ。最高品質のラピスラズリは6000年以上前から採掘されているアフガニスタンから来てる。エメラルドは年間約6トン産出されている。クォーツはたくさんあってほとんどの岩石に少量含まれている。花崗岩は火山のマグマから作られているから100度前後の温度に耐えられる。信じられないと思うけど、エベレストの頂上で海の生物の化石が発見されたんだ。銅は金や銀鉄と同様に人類によって初めて加工された金属だ。今までに発見された金の量は約24万4000トンに及ぶ。アメジストは平和の石として知られている。クォーツクリスタルはかつて氷だと思われていた。